今回なんですけども、今回はですね2020年、を振り返りましてですね、総集編ということでお送りいたします。まずはですね春の山菜採りからですね、秋のキノコ採りまでですね、まあ私が選んだワンシーンなんですけども、そちらをご覧ください。それでは本日も最後までよろしくお願いいたします。はい、これが、クワダイドモエナ、ヨルスマソウになります。はい、太さもあのなんかいい感じですね。はい、こんな感じなんですけども、これはもうおひたしとか、おひたしとかっていうか、まあおひたしですね。はい、で食べるような形なんですけども、これちょっとご覧いただいてよろしいですかね。あの下の根元の方があの若干赤いんですけども、この赤い部分はちょっと硬いので、あのなるべくちょっと上の、この辺ですかね、一番葉の下あたり、この辺を持ってくると、袋にしてあの全部で12袋、12袋収穫っていうかあの取れました。向こう側、葉わさびが6つ、それからクワダイ、ヨブスマソウが6つになります。そうですね、結構急斜面の方にあの出るような感じなんですけども、大体あの下の方にあのあるものは大体あの取られることが多いので、いいものをあの取りたい方はぜひ、なんていうんですかね、急斜面の方を、狙ってみた方がいいかもしれません。あのもみじのようなあの葉っぱをしてます。はい、これもあのどちらかというとあのキドイっていうあのまたあの方言始まりましたけども、あのキドさがあります。大体あの2本ぐらい残して取っていくといいと思います。例えば長いやつでもあのこんな風にあの折って、結構太さもいいですね。なんかはい、こんな感じで、取っていくといいと思います。はい、今はけ後の状況です。こんな感じですね。約7分目ぐらいまでゼンマイ取れました。あとは下りながらちょっと取りながら、行きたいと思います。はい、今回ですけども、今回は、水、赤水の方を取っていきたいと思います。はい、突然秋に来たような感じです。キノコ発見しました。はい、こちらは、奈良竹です。奈良竹になります。奈良竹ってあの基本大体9月ぐらいがあの主に出るんですけども、あの 春に出るもだしって言いますか、春の奈良竹っていうのもあの出ます。今の時期です。今実はあの沢川に来てるんですけども、あのやはりあの湿気とかですね、あの環境が整うと、条件が整うと、こういった風に出てくると思います。今回なんですけども、約5年ぶりの、わらび取りに、挑戦してみたいと思います。はい、わらび取りのポイントですけども、なるべくあの伐採関係とかやってるとこなんかは結構あの激アツポイントだと思うんですけど、日当たりがいいということがあの第一条件だと思います。はい、あのわらびってあの上の方からの順繰りになってくるので、なるべくあのもう今の時期ですと日陰に当たるところの方がちょうどいいかと。昨年購入いたしましたマイタケ専用背負いカゴ、はい、こちらの方を持参してきました。あのもう一ついつも背負ってる背負いカゴを持ってきたんですけども、ちょっとあれ小さくなんか最近感じるようになってきましたので、あの今回はこちらマイタケ専用カゴ、これを背負っていきたいと思います。
これシダ族の食べられないことはないんですけど、ちょっと苦味とか舌のしびれとか起こすものです。よくこれなんていうんですかね、ちょっとわらびにも似た、こごみにも似たみたいなシダ族のものです。これをゼンマイだっていうふうにちょっとフェイスブックで、すいません、フェイスでないです。インスタグラムの方で、ちょっと上げてたものですから、思わずコメントをしました。それは、ゼンマイではなく、食べられないこともないんだけどもみたいな感じ。はい、今、車止めまで戻りました。いやー疲れました。はい、2時間ちょっとぐらいいましたかね、山の方に。はい、それで、ちょっと完全に満帆にはなりませんでしたけども、そうですね、20キロまで歩かないかぐらいだと思うんですけど、はい、だいぶ取れました。いやーコンディションが悪くてめちゃくちゃ疲れました。はい、ってなわけで、ポイント到着です。お、いいですね。強いて言うと、もう少しかな。いやタイミング悪いですね。よし、こっちにもある。お、こっちだ。あ、これ出始めだな。あれ、この前こっち出てなかったんですよね。こっちの方こんな感じ。出始めで、開き始めで、まあちょうどいいといえばちょうどいいんですけど、柔らかい感じですね。はい、あとですね、佐藤さん見てますか。まばたきせずご覧ください。はい、前回、置いてきました飛び岳、めちゃくちゃちょうどいいですね。はい、めちゃくちゃちょうどいいです。まだ真っ白。はい、ずらりと奥までなってますね。はい、こっちも向こう側もずらりとなってます。ちょっと待ってくださいね。あ、やっぱりですね、4日、今日4日なんですよね。前回来た時が3日、3日じゃなく木曜日だったので、今日で約3日です。はい、一本の木にずらりとなってます。はい、今3分の1取り終えました。はい、こんな感じ、こんな感じです。前回の飛びだけはですね、だいたい26キロほどありました。はい、今日はだいたい20キロから25キロ前後じゃないかなというふうに思うんですけども、はい、無事、極上の取れてよかったと。見えますかね、この脇から見るとこんな感じに、なります。はい、奈良岳だらけ。実はそこポイントなんですけど、結構出るんですよね。もう上行ってもずらっとあります。これもですね、私の場合ですとハサミを使って、こんな風に、取るんですけど、実はこの沢戻しなんですけど、こんな風に、通常取ると思うんですけど、茎の方がですね、あんまり消化良くないんですよね。なので私は大体これぐらい、これぐらいにして、消化の消化が良くなるぐらいの茎の長さでいつもカットして、持ってきます。なんか去年あたりでしたかね、佐藤さんから、いやなんか沢もだしもなんか最近当たんないんだみたいなこと言われたんですけど、なんか佐藤さん連れてきたいですね、ここに。まあこれ平竹なのであれなんですけど、はい、断面図こんな感じ、割ってみると、はい、でちょっと薄いんですけども、ちょっとこれですね、本当はもう少し色が濃く出てるんですけども、ちょっとあれですね、天気のおかげで、色がちょっと薄れてるような感じです。おーっと、皆さんよかったですね。
舞茸あります。2株。おー、茶米ですね、茶米。おー、よかったよかった。ほら、どうですか。これですね、ちょっとごめん様の方にっては言ってあるんですけど、取れ次第ですね、大きいのと小さいの、これですね、もう身置きせずに、回収していきます。はい、取ってください。おー、よかったよかった。おー、なんか有言実行だな、よかった。はい、これはどなたに届くのか。ちゃんとこっちも取ってな、綺麗に。買った、ちょっと待って、買ったかす、買った、はい、これ。いやー、よかったよかった。いや、珍しいな、完全なる倒木にってあんまり少ないんだけどな。ほい、舞茸茶米ゲットです。ほい、2つ目ゲットです。もうこれですね、2名様確定です。ちょっと今からですね、佐藤さんにちょっと山から電話してみたいと思います。あ、佐藤さん。はいはい、佐藤さん。はい、今、うん、ちょっとなめこ見来たっけんだけど、うん、なめこ全然出てないね。なめこ今日全然出てない、出てない。あ、なんだの？うん。なんだけど、うん、なめこ取り来たんだけど、うん、舞茸2株取ってしまって。舞茸 2株、あ、ゲットしました。裏目にホテシメジです。はい。ですね、裏目にホテシメジ、ちょっと開いてない状態だと、この辺に斑紋がつくんですけど、指で押したような。これぐらい開いてるとですね、ちょっと見分けがつかないので、注意が必要です。これがホテイ様の。ホテイ様。ホテイ様って、ボゴっていうやつだ。あ、だからホテイシメジとか、ホテイ様って。あ、そういうことなんですね。ホテイって。あ、この辺が膨らみかかるっていうことですね。そういうことね、うん。こういうのが一大特徴。それとこういう割れも入るのも特徴。ちょっとでも古みがみつくとこう割れ入るから。はいはいはい。で、草裏にはこの割れもないし。はいはいはい。ね、あ、そういうことなんですね。勉強になりました。はい、紫風船だけ、こちら。あ、ほんとっす。あ、でかいっすね。はい、これが紫風船だけ。こちら。はい。ちょっと暗くて申し訳ないんですけど、栗風船だけ、貴重なキノコだそうです。古くなると、はい、茶味がかかってくるので、はい、この時に毒の柿しめじと待ち合わせってこと。あ、柿しめじ、うん、あ、そうですよね。関東地区で多いってこと、あ、食中毒。ここら辺の食中毒は柿しめじは、はい、比較的遅くに出るから、これよりも、はいはいはい、だからその可能性は低い。なるほどですね。また山の方に来てます。連日山は来てるような気するんですけど、舞茸の方を見ていきたいと思います。今日も仙人と一緒。これが1個、お、2個、3個、4個の、4個の5個、5の、あれ日本人だったんですか。そこで5でしたっけ。あ、5の6、6つ、6つ、あー、7、そこの根元、ここ根元で7、7っすね。はい、2箇所目、手のひらより大きいサイズ1つ、こっち、もう1つ、2つ、あと3つ、4つ、もう1個あったんですけど、あ、これだ、よいしょ。はい、こんな感じ、取って置いてったものもあります。これ取り頃ですね、もう。はい、それでは取っていきます。はい、本日3つ目、ゲッツ。まんまでしょ。はい、それがちゃんと傘状になりますから。へ、1週間経ったら、はい、ちゃんとしたキノコになってます。これ、この白いの、そう、玉浦紅竹。これが出るところには必ずと言っていいほど、はい、こちら奈良竹が出るという。じ
ゃあ仙人曰くですね、こちらの玉浦紅竹の菌がですね、もだしの菌を食ってるんじゃないかという、そんな見解です。めちゃくちゃ早いですね。これ、わかりますか？はい。こちらは栗竹、栗竹です。こっちの方にもありますけど、もう栗竹も入る時期になりました。めちゃくちゃ早いですね。あれなくてもいいし、次捨てたままでもいいし。こそっと。はい。超、わっ、超極上のなめこ。はい、こっちに割ります。はい。極上だらけだ。うん。極上だらけ。今、若林さん、ちょっと立ち寄りました。こちら、今ですね、お客さんの方がですね、お持ちしました、極上のなめこ。こちらですね、13キロ。1人で13キロです。実はですね、先週なんですけど、こちらのお客さんですね、1人で30キロ超えをしました。それがこちらです。若林さんのですね、専属、ハンター、はい、役場さんです。こんにちは。はい、どうも。あれですか、キノコ取りと山菜取りはどちらが好きなんですか？まあどっちもどっちですけど、はい、やっぱり山菜は山菜で、やっぱりうどん、ゼンマイ、はい、すごいですよね、体格ね。めちゃくちゃ体格がいいんですけど、元あれです、国を守るお仕事をされてたということなので、すごいんですよ。前回の先週の日曜日、30キロ超えです。すごいよね、誰もいないこれ人入るんじゃないかな人入るぐらいだよね、人。はい、だよねあ、でもこれもあれから、多分さっきのにこれだから20キロ近く行ってるよね、多分。これお土産用っすもんね。あと、すごいっすね。見えます？この箱に、ほぼほぼ毎回満パン取ってくるんですよね、薬川さんは。めちゃくちゃすごいハンターです。はい、今回ですね、若林さんの専属ハンター、薬川さんをご紹介しました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。よいしょ。なんか発見。おー、いい感じだ。今日一だ、今日一。よかったよかった。あー、なんかこっちで出そうな気したんだよな。やっぱりな、自分の勘を信じるべし。よいしょ。はい。こちらずらーっと、これちょっと少しへばりついてないといけないですね。よいしょ。はい。あと下の方にもずっとありますね。逆面あるんですかね。嘘だろう、こっちも。ああ、ありますね、やっぱりずらっと。これ逆面です。逆面も、はい、こんな感じ、ずらっと向こうまでありますね。よいしょ、よいしょ。ふい。こっちは手前側はちょっと過ぎてますね。この山の向こうずっとですね、さっきの山主さんの山なんだそうなんですけど、次回はですね、この山に挑戦してみたいと思います。ブロックダイヤムキタケ。まだ状態がかなりいいものが結構あるんですけど、上の方にばっかりなってました。はい、すごいですね。やっぱ山主さんの山はもうキノコだらけのような気がします。うわー、すごい、冷めった。お、これ帽子かぶってないとダメですね。やっぱり当たりましたね。お、すげえ、めっちゃなってる。なめこ見えます？すごい、上から下までなめこだらけ。ほら、ここ、すごいすごいすごい、雪の下なめこ、めっちゃ一本丸っとなってるね。これもなめこです。これフリキンっすね。この辺もなめこ、
この辺もなめこなめこなめこ、うわめっちゃ、はい、ということで、いかがだったでしょうか。ここからはですね、今度はですね私が選んだベスト3ということで、まあキノコ部門になるわけですけども、まあトータル的に、まあ、選んだんですけども、最終的に、キノコ部門なんですけども、ベスト3をただいまよりお送りいたします。それではご覧ください。なんか舞茸の匂いするな。匂いもう匂いっていうか、もう木見ると匂いするんですけど、ですよね、そんなに甘くはないと思うんですけど。よいしょよいしょっと、おある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 、おっと、おこれでかいな、おっしゃ、あーっとありました。あーこれ結構でかい。あーよかったな。今日実はですね、幸運のハケゴ持ってこようか、マイタケカゴ持ってこようか迷ってですね、実はマイタケ入るような大きいちょっとカゴ、ショイカゴ持ってきたんですよね。いやよかった。いや、開かった。これこう手入れた瞬間にですね、よくマムシとかいる時あるので気をつけないといけないんですけど、よし、やっと今年初物です。よいしょ、おっ、いやなんか遅れてるというのはやっぱりあれなんですかね、場所なんですかね。はい、遅れてるっていうふうな感じなんですけど、はい、こんな感じ、大きさ見えますかね。はい、こんな感じです。よっしゃ、あーやっぱ、おーやばいやばい、これはやばい、まるっと一本だ。どうですか、なめこ取った気分。どうぞ取ってください。どうぞ取ってください。最高ですね。よいしょ。やばい。こっちもこれ今年初だな俺。あ？こっちも今年初だ。うわあ。上までなってる。いいよ。こっちも。すげえ。うわあ。すげえ。これかなりあるな。ひとしょいどころでない、お前。ひとしょいどころでない。あそこの下まで全部。いや、取れ。本当でいいけど、すごい都会のみたいな。裏側も綺麗だもんね。まだ。これは取ってくれないとかわいそうだな。ほら。すごいいい状態のホコリタケありました。ほらこれ多分真っ白だよ、これほらすごい綺麗なホコリタケ。これ皮むいて食べられるので、前にも言いましたけど、はい、ホコリタケ全然長、ほら真っ白、すげえ、はい、ホコリタケです。これちょっと入りきれねえな、これ多分よ、ままだも取るの大変だと思う。結構なってたから。これはおらやっか。これ相当あるよ、お前、キロ数。すげえ、何袋出た？1、2の3の4の5の6の7の8袋。うん？8袋。ね、まあ約8キロ、あ8キロ以上あるな、でも結構入れだもん、やばここだな、3人がかり、うわまたもやゲッチュ、すげえ極上だね、極上だね、あ極上だ、すげえ今日なんか1人20キロ以上ずつは取ってるよね、多分取ってるな間違いなく、やばい。おはようございます、本日なんですけども、
ご覧いただきますように新潟県はですね村上市の方にやってまいりました。太鼓八百屋チャンネルの大滝さんとマーモさんとですね、これから山の方に入ります。今回はですね、嫁の方も一緒なんですけども、初の新潟の山ということで、非常に楽しみにしてます。コラボ企画もですね初めてねということなので、皆さん本日も最後までよろしくお願いいたします。どうさあるがろう。あった。はい。なめこ。あと。やっぱ狭きてたわ。ハエ並木や。今が求め。朝日に輝くもみじの色よ。よいしょ。はい。どうもにくたりん。凍える我ら、はいはいはい、はい、遠くでお猿も笑っている、うん、これ今新潟ですね、ムキタケこんな状態ですね、まだ早いんだな。はい、イークリタケですね、これまだ全然開いてない、ちょうど食べ頃のいいですね、クリタケ、はい、よし、バンゲクリ食うぞ。あ、いいですね、これ食っていっぺん飲まんさ。はい、ありがとうございます。収穫する時の歌ってないんですか、なんか収穫する時の歌ってないんですか、なんかマモさん。あ、それ今度作曲お願いします。作曲やっと見つけた。はい、やっと見つけた。はい、はい、続かないですか。なんかやっぱりですね、YouTube で見てる通りのなんかご機嫌さんなんですけども、笑わないで出ました。いつも太鼓八百屋チャンネルで食べているデカおにぎりです。これこれ茶碗何杯分。普通だよ、普通のおにぎりよ。茶碗なんでおかしいの。茶碗何杯分なんですかこれ。茶碗さ約3杯しかねえよ。3杯3杯しかねえ。よし、乾杯。すげえでかいんだけど。でかくねえで。はい。普通だよこれ。はい。乾杯。乾杯。これで何号あるんですか。そうだね、1号ずつ。食べよー。はい、どうぞ。うんめえ。うんめえ。あす。あ、タラの子。ママの好きなタラの子。うめえよ。コメントください。コメント、うん、食べても食べても中身が出てこない。これ大きいやつ取ったんでちょっと隠しておいてですね、今大滝さんを呼んでみたいと思います。あとこちら、舞茸の残骸、発見、これちょっと今から大滝さん呼びます。大滝さん、舞茸の残骸ちょっとここに隠しておいて、多分これ大洗竹ですね、これ大洗竹、ちょっと今来たら脅かしてみます。これ状態はあんまりうめか。いや状態っていうかもう食べれないけど、食べれねえな、うん、一応こういったのは覚えておくと、ほら来年、あらほらあそこも、あー本当だ、お、舞茸デンジャーすんじゃん。舞茸だらけじゃん。ねえ。すげえすげえすげえ。ここのはちょっと。なんか発見。なんか発見。なんか発見。はい。はい。なんか発見。なんか発見。これ大洗竹？うわー、しまっしゅさん。大洗竹第2回目。太鼓八百屋の肉なんか発見。うわー、大洗竹です。はい、ということで、選ばれたのはですね、初のコラボ企画で、新潟の太鼓八百屋チャンネルの皆様とですねコラボさせていた動画がですね、1位にさせていただきました。2020年はですね皆さんの方にいろいろとチャンネル登録やらご視聴やらコメントやらいただきまして本当にありがとうございました。またですね2021年もいろんな山に挑戦してですね、
いろんなものを皆さんに配信していきたいなというふうに思ってます。今見ていただいてですね、いかがだったでしょうか。まずはですね、第3位の方が舞茸の 9.2キロ、あれはですね、正直自分も驚いたんですけども、その中でですね、その次に選ばれたのが、タワーのナメコ、あれもですね、今シーズン初のタワーナメコということで、本当に自分なりに驚きました。やはりですね、1位は本当に楽しかったなというふうに思うのが、新潟の太鼓八百屋チャンネルのコラボでした。そんなわけで、2020年も皆さんの方にご視聴いただきまして本当にありがとうございました。またですね、来年もいろんな動画を皆さんに配信させていただきたいなというふうに思っておりますので、また島吉スカイ TV をよろしくお願いいたします。それではいよいよ年を。